どうも、正上龍法です。ということでね、本当にね、いつもいつもありがとうございます。もう見ていただいて、ありがとうございます。今回は、なんと、プレゼントが届きました。これ、この大きさわかります？これ。こんだけ、ね、何が届いたかというとですね、リュックサックを送ってくれたそうで、早速開封していきたいと思います。結構バカ力なんだけど切れない。テープってすごいよね。おいし切れた。めっちゃうまい。しゃあ、いったな。これありがとうございます。本格的なやつですよ、これ。僕リックってね、だいたいね、1980円とか2980円のばっかりだ。だから5個ぐらい持ってるんですけど、全部ね、安いのばっかりでね。安い言うてもちょっと、なんか5000円ぐらいのやつが2キュッパになったとか、3キュッパのやつが1キュッパになったね。特価の時ばっかり買ってるんで、特価商品ばっかりだったんですけど、これちょっと、結構本格的ですよね、これ。ありがとうございます。ほんとね、リックは助かる。めっちゃ助かる。もう家追い出されても、この中にキャンプ道具一式詰めて、あれができます。見て、これすごいっすか？すごいっすよ、これ。このすごい、クッションもすごい、この厚み。わかります？なんかこれもう、クッション。すごい。腰んとこのクッションがね、なんか2センチぐらいだと、ここもあるんで、このなんか、5センチぐらいクッションありますよね。うわ、これここでしまって、ここでしまって、ここでしまって、ね。おー、ほんで、もうちょっと開けてみますね。大容量です。うわ、でかっ！めっちゃでかい！見てこれ！うわ！これ！すごくでかい！めっちゃでかい！これね、あれ？めっちゃええのもらった。これ高さがね、高さがちょうど、80センチ。で、幅が、55センチ。で、奥行きが、多分、これガッと入れたら、多分、30センチぐらい。めっちゃ大きいわ、これ。うちの嫁入りそう。おぉ。いっぱい詰める。これで、僕の持ってる、キャンプ道具一式入るかな。見てください、これ。わ、すっげえな、これ。後ろ、下もこれなんかね、で、ここに、この下にここ開いて、靴が入るんですよ、多分ね、ここね、靴がね。カッパーンって入って、カッパーンって入って、まあ、ここでちょっとね、ここでおそらくね、分離、このキューッと閉めて分離できるようになってると思うんですよ。ここでね、部屋が分かれるような感じでね、こうやってね、上のものが落ちないようにね、ここで絞り込んでね、いけるやつで。まだここに靴とか濡れ物とか、結構ね、こう中に入れることができまして、ここの上にも置けまして、ですね。これシュラフ入れたり、当然そのグランドシートを、シュラフを上にくくりつけたり、マットを置いたり、くくりつけたり、できますし、まあ、ちっちゃいテントだったらこの中入らへんから、ちょっと難しいか。ね。まあ、でもなんか、そこそここのサイドも結構でかいんで、まあ、めっちゃいいな。これ多分、ゆきちさんいるよな、これ多分。ゆきちさん出動してるよな、多分ね。うん。ありがとうございます。めっちゃええわ。これが貫通してて、上もここでこうね、袋閉じるし、やっぱりね、この、わかるかな、この金属が入ってるっていうか、このね、アルミのパイプが入ってて、しっかりしてる。うん、潰れへんように。で、背中当たってもクッションがいいんで、大丈夫ですし、これをカパッとやることによって、ね、水もこう入りにくくなりますし、当然、ここの上にね、こういう風にして、なんかまた入れることができるんでね。
それでここにもほらあのこのね軽いもんだったらこうねワットフックで引っ掛けることもできますっていう商品、本当ありがとうございます。めっちゃええわこれ、ありがとうございます。しかもこれねなんかこういうカムフラなんでかっめっちゃかっこいいし、本当ありがとうございます。本当ね僕ねこうやってリスナーさんにいただきましてありがとうございます。またお礼の方ねちょっと送らせていただきますんでね、本当にちょっとめっちゃかっこええな。え？めっちゃかっこいい。ここにもなんかこうね、地図みたいがなんかね、こう丸っこいのやったら収めれますし、サイドポケットも本もあるし、ここにも外部ポケットもあるんで、ポケット3つに上下かな。当然ここもね、こうね、一旦これちょっとね、僕のキャンプ道具一式入れてみようかなと思います。ほんまなんか、めっちゃええ感じ。なんか、最初ちっちゃいかなと思ったらめっちゃでかいですよね。これ一回背負ってみます。もう全然、動画そっちのけ。おぉ、このクッションすごくないですか？肩のパッドとか、この背中のパッドとか、ね。ここのとか。おぉ。おぉ、ええ感じ。デブやからだいぶこれ、ベルトを伸ばさなきゃいけないですけど。これでいつでも家でできますね。おぉ。これはすごい。あそこでパチンとやったらこう安定するから、おうおうおう、こんな感じで、うん、こんな感じっすよ。もうこれで、これでもうあれですね、強行軍いけますね。いやいやいや、本当ありがとうございます。リックいただきました。これめっちゃ入るから、例えばこういうマットとかね、この間ほら。ね、いただいたマットとかも、この上にこうセットできるわけですよね。この上に、あ、この上にもあるわ、ほら、うわ、すごい。え、何か。この上にこの、レインカバーみたいなの入ってました。レインカバー。うわ、すごい。これ、僕入れます。おぉ、マジか、すげえな。いたせり尽くせりですね、これ。本当ありがとうございます。うわ、嬉しいな、これ。これまた使ってね、キャンプとか行きますね。うん。それで、ここにほら、よく丸っこいやつじゃなくて、この四角いやつで、僕、こうやってね、ここに、こうやったら、担いでいけるじゃないですか。こうやって。で一番上はこの軽いやつをこうしてね、入れるパターンが多いと思う。この下はね、この下でこの、あれね、シュラフとか入れる方結構多いと思うんですよ。で、ここもこうベルトになってるんでね、ここでぐーっと締めていったらいけると思いますし、ね、これもうこのバックルが全部こう一体でずーっと上までね、上から下までずっと繋がってんのがいいですよね。でここにもサイドポケットもあるし、雨具を上に入れて、まあちょっと靴の替えとかそういうのを入れて、下に入れて、あとね、まあ調整しながら入れていくっていうパターンもありますし、靴は僕サンダルがこうやってこういうとこにぶら下げるタイプなんで、ぶら下げてサンダルぶら下げて、こう、もう下からぐーっとね、なんかいろいろとなんか荷物入れていくかもわかんないですね。本当ありがとうございます。これめっちゃええわ。ということで、これでまたね、ちょっと本当ソロキャンプとか、まあコラボでもいいですけど、まだね、その時に活躍するようなすごいなんか、ビッグなものをいただきました。本当ありがとうございます。というかもう全然カメラ見てへんね。全然カメラ見ずに、あ、これ、あ、フォトキーを起こして切らない。いや、危ない。糸取れて、糸。ほどけてしまう。ということで、本当ありがとうございます。ということでね、今回こういただきました。だいぶ大きすぎて見えないですけども。
それでは皆さんごきげんよう。マスガミリュウホでした。